札幌中央区の伏見小学校では10代の男子児童が感染したことが判明。昨日校舎の消毒を行った上で、今日から23日まで感染した児童と同じ学年の3学級を学年閉鎖しました。他の学年の児童は普段通りに登校しました。保護者は、他にね、感染してる子がいるかもしれない中で、ちょっとすごい心配はありますけど。札幌市教委は、学年閉鎖の対象となった児童の兄弟について、市立の幼稚園や小中高校に通っている場合、2週間の出席停止の措置を決めました。また、伏見小学校から保護者に送られたメールによりますと、感染した児童が在籍する学級では、全員が PCR 検査を受け、同じ学年の他の学級では、発熱など風邪の症状が出た場合に検査を受けるとしています。集団感染が発生した北九州市をはじめ、感染者が出た学校では休校措置を取るケースが多い中、学年閉鎖にとどめたことに専門家は、兄弟がいる小学生って多いと思うんですよね、はい、学年違うけれども学校通ってる例があるってことを考えると、はい、学校閉鎖の方が望ましいかなとは思います。ただ今までずっと自粛をしていて、またこう学校閉鎖2週間となると、そこのベネフィットを考える必要が出て、まあ、そういう決断されたのかなというふうには思います。今後感染拡大の危険性はあるのでしょうか。小学生の場合はそこまで行動範囲が広くないの で市中感染が拡大するというのは考えにくいと思ってます。ただ検査を徹底してほしいですね。どんどん積極的に PCR 検査をして、感染拡大を止めてもらったらいいかなとは思います。